アメリカの半導体大手インテルは16日、イスラエルで AI 向けの半導体を製造するハバナラボを買収すると発表しました。買収額は20億ドル、日本円でおよそ2200億円です。インテルは AI 向け半導体の市場が2024年までに250億ドルに達すると見ていて、今回の買収で AI を活用しデンサータセンター事業の強化を狙います。